ゼミンドットコムの歌って砕けろ砕けろ。こんばんは。だいぶ蒸し暑い小夜でございます、はい、なんかどっか音が遅れて聞こえるよ。プラズ TV プレゼンツカズミンドットコムの歌って砕けろーい。イエイイエイ。改めまして、はい、こんばんは。ソーシャルネットワーク時代の、はい、ネオトはい、カズミンドットコムのカズミンと石ちゃんが今宵もお届けいたします、はい、よろしくお願いいたします。どうも。いや今日はね、暑かったですね。暑かったね。やっぱ台風が近づいてるからフェーン現象ってことですね、うん、ね。東京の友達はなんか雨が降っちゃって大変だって言ってましたけどね。新潟は暑かったですね。こちらも多分週末がまた来そうですかね、うん、ね、はい、ね。まあ空梅雨でしたからね、今年はね、はい、うん、なんかあの鎌倉の紫陽花がやばいことになってるらしいですね。あ、かわいそうね。この今日の雨でだいぶ生き返るんじゃないかって話でございます、うん、私たちもなんか雨でちょっとね、潤わないと、はい、だいぶ干からびてきましたよね。まあね、あの土日と忙しかったですからね、はい。さあ、カズミンドットコムの歌ってくだけど、はい、今日はですね、うん、マミムメモのミミ、タイトルがミで始まる曲のリクエストをお待ちしておりますと申し上げましたら、はいはい、今日もまた狂ったようにリクエストが、はい、来ました。はい、しかもあの今日私お誕生日なんですけどもね、はい、誕生日メッセージ、お誕生日おめでとうございますとあとずっとリクエストっていうメッセージですね。お三方からいらっしゃいまして、それはなんか新種のいじめなんですね。 ありがたいやらなんだやらみたいな感じですけどね。まあ年に1回ですから。そうですね、はい。さあ、はい、ミーがまたいっぱい、本当にいっぱいあるんですよ。あった、すごいあった。ミーはね、ヒット曲が多いんですね、はい。じゃあ今後の、ね、アマチュアミュージシャン的にはですね、はい、タイトルをミーで始めるとヒットするっていう、そういう、うん、あのジンクスがあるかもしれませんね。ですね、はいはい。さあ何が来ましたか。はい、見上げてごらん夜空の星、坂本九さん、これいい歌です ね、はい。これで最後皆さんで全員で歌いましょうか。まあいいですね。じゃあみんなペンライト用意してね。はい、はい、ろうそくでもいいよ。ですね。それから、はい、水虫の歌、ホックスやつ、うん、これ皆さん知ってます。どんなにどんなに離れていても知らないですよね。切なく水虫は反応がないや。分かってるのが3人ぐらいですね。はい、はい、それから分かってるけど知らんふりして分かぶってるのが1人いましたね。はい、それから港の陽子、横浜横須賀、あ、いいですね、はい。ちょっと前なら覚えちゃえるがってやつです ね、はい。昨日何食べたかも覚えてないね。へはい、水色の雨、八神純子さん、はい、八神純子さん最近 Facebook 出てきました ね、うん、相変わらずお綺麗で、はいはい。それからみかんの花咲く丘、これは僕知らない。私も知りません。知らないです。知らないです。梅昇千恵子さん、そうです、ね、はいはい。それからみかん色の恋、そう、これは先週終わり間際にデニーさんやってますけども、はいね、これも多分皆さん知らないんじゃないですか、ズートリビなんて、ね、あの山田隆夫さんね、あの商店の、うん、今はあの座布団配りですけどね、昔はあの、ね、若田の商店のメンバーでしたからね。ですね、はい、で座布団10枚たまってですね、そうそうそう、あの LP レコード出せることになって、うん、その時のメンバー全員が、ズートリビを結成したという、というね、ね、はい、続きなんだちゃちゃってですね、そうです、はい、そして、ミアモーレ、ミアモーレ、中村ちゃん ね、はい、いいな、聞きたいな、ね、はい、はい、三日月彩香さん、はいはい、それから同じく三日月小袋、小袋、三日月さん、三日月、小袋さんも三日月あるんですね。三日月さん、はい、はい、三日月さんはイタリアンですね、はい、はい、それから三崎めぐり、あ、ねえ、ね、もうなんだっけ、そう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 、山本幸三のトリックエンド、はい、ね、これはもう定番ですね。ですね、はい、そして、そして、ミッキーマウス、ミッキーマウスマーチ、あ、MCKEYMUSE ですね、はい、はい、そしてこれはもうね、はい、はい、南の国のハメハメハ大王、南の島の大王は、これ昔あの小学校の時に、うん、あの夏場のあの赤切れをこう直す子のほら、こういうマッサージ、夏場の赤切れ、あ、冬場どんな子だったんだ。多分今の小学校やらないですよ ね。僕らの小学校の時は冬場あのこうやってこう手をこすって、ね、南の島の大王はその名もなんとかハメハメハとかってやってたんですよ。牧小学校でございます。ごく一部で、はい、はい、そして、はい、南、ごめん、未来予想図、未来予想図ドリカム、ね、はい、これは後で言っていただきましょうね。ですね、はい、はい、声を裏返っちゃってます、はい、そしてそれからミラクルガール、ミラクルガールですね、これも懐かしいな、ね、はい、それからミセス・ロビンソン、はい、サイモンとガールですね、はい、はい、それだけなの、え
もうちょっとやったらどうだい、今日長いからいいの、はいはい、それからみんなの歌、サザンオールスターズ、これも行きましょうかね、はい、後で ね, ね、はいはい、それから、ね、これがみかん色の夏休み、福山雅治さん、うん、あこれ僕も知らないですね、はい、ね、水色の手紙、安倍静江さん、はい、あ、はい、からミッシング、ミッシング、あ久保田俊信さん、はい、ミスターサマータイム、ミスターサマータイム、はい、ミッドナイトシャッフルマッツのこのミッドナイトシャッフルが思い出せなかったんだけど、多分これベスト10入ってましたよね昔ね、うん、はい、それからミッシェル、ミッシェル、あービートルズ、これも時間があったら行きましょうか、はい、ね、みんなみんな夢の中、高田恭子さん、うん、これはちょっとね僕も範疇外でしたね、はい、みんなの衆、みんなの衆、みんなの衆ですね、はい、ね、未来へ、キラロ、はい、ね、それからこれはミュージシャ ン, アルフィ、アルフィ、またあのマニアックのアルフィ の,、はい、のゲスト来てますね、はい、これお答えしますよ、はい、それから水色、水色の午 後, の午後コース、これもねすごいあのマニアックな歌です ね、はい、鈴木康弘さんの歌かな、はい、聞くとわかります、はい、歌えません、歌えません、はい、さあで今日の1曲目はですね、はい、ミといえばですね、この方ですね、はい、台湾のジュディ・ヨングさん、ね、見せられて、はいはい、歌えるんか私、さあどうでしょうね、ついさっき決めたばっかりです。さあ、まあ、一曲歌っちゃえばあと楽だから、ね、はい、いきますよ、はい、はい、では見せられて、はい、南に向いてる窓を開け、一人で見ている海の色、美しすぎると怖くなる、若さによく似た真昼の蜃気楼。 Wind is blowing from the edge of 女は海、好きな男の腕の中でも違う違う夢見る、お眠りなさい。 Blowing, blowing for the age, 女は恋、いや難しいわこれ、すごい子供の時に聞いた曲があるんですけど、はい、わかりました、はい、いやこれ知らない、あんまり知らなかった、あ本当に、うん、へなんかね、クラシックしかね聞かないで育ったうちだからね、さあ次行きましょう、そんな、そんな、はい、いいよ、うん、そんなに反感買うようなこと言っちゃダメよ、さあ、はい、本当にどれ行きましょうかね、たくさんいただいてますからね、ね、だってあの、うん、私たちの普段歌っている、うん、いわゆるその自分たちの持ち歌を外して歌うわけじゃないですか、はいはいはい、ね、へーへーへー、だから大変なんだね、そうですね、いやそういう番組だってこれ毎回言うけどそういう番組なのよ、ね、だって三崎めぐりとかだったら何も見なくて歌えるのに、うん、それはコンサートに来て聞いてくださいねってことでいいじゃないですかね、はい、じゃあどれ行きましょうかね、はい、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、あここにほら、はい、愛を止めないとか、わかりました、じゃあ、みんなの歌いきましょうか、うん、はい、サザンオールスターズね、はい、じゃあいきますよ、みんなの歌、愛を止めないで想いを抱きしめながら Anyway 一人身のロリーガル偽りのシャツにためらいのボタン時の流れに身を震わせて Anyway 溺れてるのの棒に空高く舞い上がれ、やがて誰の心にも虹の彼方、この胸に抱いてたひそやかな悲しみさえ、街並みはブルー
はい、ありがとうございました、ね、いいな、この歌ね、いいね、あ、またサザンのコンサート行きたいですね、うん、また新潟来ないですか ね、ぜひね、私が歌えそうな歌は私は歌っちゃいけないんだね。あ、いいですよ、別に歌ってください。いいですこの歌歌えたのに。あ、そうなんですいや、そんな今頃言われてもね押しのけて歌えばいいじゃんじゃあもう私の性格が許さない、そんな、じゃあ行きましょう、ソーシャル来てますか、はい、はいはい、今日もありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、おー、岡井先生、わー、やっと聞けた。え、見えてないんですか見えてない、聞けたということは見えてないですね。はい、そして、はい、あ、岡井先生、港町ブルース。港町ブルースってどういうの歌でしたっけ。雨の降る夜、あれは違ったね。あ、ちょっと、調べてみますね。皆さん探して、はい。はい。それから、お、つや子さん、この間ね、はい、あの、日曜日の、そうそう、はい、あの、日曜日に公民館プロラージの1周年記念のね、うん、お祭りがありまして、大変ご来場ありがとうございました、ね。ありがとうございました。おかげさまで1周年でございます。え、ね、なんとか持ちました。ね、これから、ね、ここからが勝負ですからね。ね、ね、館長。はい。頑張りましょう。で、そこでつや子さんとね、はい、あの、そらちゃんとご対面しまして、かわいい、ね。初めてね、そらちゃんがいましたよ。ね、はい。さあ、こんばんは。日曜日お疲れ様、はい、でいた。つや子さん落ち着いて打ってねリクエストは南の島のハメハメハ大王お願いします、はいはい、ちなみにソラは絶好調で遊んでいます。ソラちゃんねえ、あ、ね、で、あ、南の島のハメハメハ大王出ちゃった、そしたら何でもいいので、うん、民謡お願いしますなんだそれ、みだから民謡暴挙ですね、はい、スルーしましょう、ね、からまさあきさん、うん、リクエストのプレゼントもらってる、あー、青木さんね、はい、うん、青木さんなんです、はい、たくさんリクエストのプレゼントくださいね、ありがとうございます、はい、はい、それではですね、港町、あー、あ、はいはいはい、背伸びしてみるかい、今日だね、背伸びしてみる、見るかい、今日今日も汽笛が遠ざかる、あなたにあげた夜を返して、港、港函館、通り雨ですね。ね、そんな片手間で歌うなって、いや、出したもんですよ。いやもう ね、 ね、いいですね、森進さんね、いい子だな、うん、これな、うん、今度ちゃんと歌おう、そうだね今度ね、はい、先生練習しておきます、今度、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、今日はね、新しいね、あの、うん、視聴者の方も増えてですね、ですね、ありがとうございます、はい、ね、お、ミュージシャンが今度出ますよ、はい、あ、出ました、はい、いいですね、なんかあの、バンバンとめぐみさんが出してくれるとね、いいね、え、もう番組の進行はすべてめぐみさん、うん、さんにお任せして、あとでカメラ振ってください、カメラね、カメラね、振ってくださいね、はい、はい、こちらがめぐみさん、どうですか、はい、あ、いいです、いいですあとでこの辺にこう、丸く抜いてください、はいさあ、それではですね、はい、最近恒例になりました、うん、マニアックなアルフィの曲を聴こうのコーナーです、はい、そんなコーナーあったんですかそうそう、 CM の前にじゃあ一曲歌ってみましょうね、はいはい、これはですね、うん、あの2枚、あの今の3人になってからのですね、2枚目のアルバムの三種子というアルバムに入っている曲です、はい、わ、はい、かりませんではミュージシャン聴いてください、はい、では行きましょう。それも仕事の一つだし、どんな時でもスポットライトはこの胸の痛みまで照らしはしない、に憧れ迷いつまずきながらも、その喜びがやっと
分かりかけてきたこの頃、歌を枕に眠れる日まで君のために歌い続けよう。ね、なんかまるで私たちのための歌のようですね。これはですね、僕もこれ初めて聞いた時にね、はい、涙しました。ね、もうこんな気持ちで伝わらない。ギターは捨てられない。ね、伝われません。心で泣けばいいのさ。顔で笑って心で泣いて。ね。いや、はい。これはですね、はい、なんと静岡県のね、川出さんから。川出さんから、ありがとうございます。県王のですね。はい、ゆかりさんですね。あ、ゆかりさん。もうリクエストいただきます。はい、ありがとうございます。マニアックな歩きのリクエスト、まだまだお待ちしておりますので。さあ、それでは、コマーシャルの前に、記念写真を。はい、これです。はい、いきます。では皆さん、ご用意よろしいでしょうか。じゃあ皆さん、映、りたくない人は、映らないようにしてください。で、大丈夫な方は、どうぞ、集合なさっていただいて。いいでしょうか。では、いきまーす。イエーイ。はい。よいしょ。OK です。OK、はい。はい。ではこの写真は明日からあさってのかずみ .com のブログでご紹介をいたします。はい、それでは CM でーす。はい、プラジオ TV。 確かな思い出を残したい。人生で一度きりの私。振袖一番館スタジオ BM。 プラジオ TV。 はい、はい、それではですね、インフォメーションのコーナーに行きましょうか。はい、はい、まずは、はい、今週の土曜日、はい、15日ですね、かずみ .com の、単独のライブがございます。はい、主役、ツアーメッシュのですね、うん、主役や万作さんでですね、こちらですね、ちょっとごめんなさいね、はい、はい、初夏のアコースティックライトということで、はい、ツアーメッシュのですね、はい、商店街にございます万作さんで、かずみ .com の単独ライブがございます。はい、こちらがですね、会場が19時土曜日、うん、ごめんなさい、6月15日土曜日の、会場が19時、はい、開演が20時から、はい、料金が2,000円、こちらオーダー別になっておりまして、はい、でぜひですね、ご予約をいただきたいと思います。はい、お電話番号ですね、主役や万作さん、0256644815、0256644815、もしくは、新潟ホークジャンボリーの方までですね、はい、お電話いただきますと、予約をさせていただきますので、はい、ぜひ、15日土曜日の夜ですね、一緒に楽しい夜を過ごしましょう。はい、そして、来週、来週、うりょうり言ってますけど、6月21日、はい、金曜日でございまして、はい、吉川中英さん、ギタリストの吉川中英さんが、新潟市、片東の、はい、フォーク酒場、吉田にいらっしゃいます。ね、はい、はい、こちらが、はい、はい、道の具ギター旅2013、金曜の夜は吉川中英さんでなじらね、あの有名な吉川中英さんのギターが、間近で聴ける素晴らしいチャンスがございます。6月の21日金曜日、場所は、西関区国見にあります、フォーク酒場吉田、ログラーメン吉田邸と隣接をしております。ログラーメン吉田さんから入れるようになっておりますので、こちらの方でお待ちしています。オープン18時30分、スタート19時、オープニングアクトかずみん .com がちょっと歌います。参り3500円で受けたまわっています。電話番号0256863739、0256863739です。皆様ぜひお待ちしております。はい、お待ちしております。はい、そしてもう一つですね、はい、西館区民親善語録大会、こちらのご案内でございます。こちらがですね、期日が7月の3日水曜日、スタートが朝7時32分からです。会場が新潟のですね、新潟ゴルフクラブの方で、
開催されますね。これ毎年ねこの時期にやっておりますので、ご存知の方はね、よく参加されていると思うんですが、こちらがですね募集人120名ということで、申し込みの締め切りが6月25日、おもうあとねもう1週間ちょっとですね、でございますので、ぜひですねこちらふるって応募いただきたいと思います。お問い合わせはですね新潟ゴルフクラブ電話025672-2562 025672-2562 の方へお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。以上インフォメーションのコーナーでした。はい、さあそれでは後半戦参りましょう。はい、はい、暑いね、暑いそうしたら何か来てます。コメントが、はい、ぜひどうぞ。ほい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 、うん、小池さん、カズさん、久しぶりにやってきました。はい、カズさんも週末ありがとうございました。ありがとうございました。ブブヤさん、あれ真っ暗、ああさっきちょっとね CM が流れませんですね、はい、すみませんでした。はい、岡井先生、はい、ありがとう、それ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 、はい、はいはい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。さあそれではですね、はい、リクエスト続いてどんどんいきましょう。はい、さあ懸案の、あ今日はですね、この歌を歌うためにですねカズミンは悶絶しております。未来予想図2です。これはね歌ったことがないので。あ、それはそうです。そういう番組だっつってじゃないですか、ね、頑張ろう。はい、いきますよ。では未来予想図2です。はい、卒業してからもう三度目の春、相変わらずそばにある同じ笑顔、あの頃バイクで飛ばした家までの道、今はルーフからの星を見ながら走ってる、私を下ろした後角を曲がるまで見送ると、いつもブレーキランプ5回点滅、愛してるのサイン、きっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで過ごしてゆけるのね、あなたクラス、はい、よくできました。偉いねこのドリカムさんはドリカムさん偉い、うん、こんな難しい歌い回しの歌をね、うん、自分で作ってるんだもんだって。そうねえですね、どこで息をしたらいいかわからないっていう ね、 うね、はい、はい、本当にねいい歌ですねこれね、うん、いい歌ですね。今度ぜひちゃんと歌ってください今度ね、うん、はい、そのうちそのうちね、そのうちね、わ、はい、かりました、はい、はい、さあ今日は本当にね、うん、あの事前にたくさんいただいちゃってるもんですからね、うん、どれ行きましょうかね。ね。なんか歌って、これは、あ、これはミッシェル。ミッシェルです。ミッシェル。うん。ミッシェル。ビートル。ミッシェル。はい。はい。これね。いいね。めぐみさんなんかは結構あの変化球投げてきたりとかでいいね。いいね。うん、はい。いいけどいいかこの野郎。ミッシェルね。はい。はい、なんでもありません。もう一回あれミシェル
見えないと思うけどこの辺ずっとね汗が今いろんな色の汗が出てますすごいね。あ、本当にこの番組30分でしょ、うん、まあ、準備に1時間前に入るから、まあ、90分ですよね、うんうん、2キロは本当に汗ますね確実にね、嫌な汗かくね、まあ、ある意味1週間に一度はダイエットさせていただいているということですね。そうですね、感謝に感謝しなければいけません、はい、ありがとうございます、はいさあね、さあそろそろ時間もしてきましたね、うん、はい、本当に最近本当にね、うん、何回も言いますけどたくさんリクエストいただきます。本当にありがとうございます。すごくね嬉しいですね、はい、今日は特にそのリクエストの整理と、うん、お誕生日のメッセージの整理で、はい、それで一日終わったような感じがしますけどもね、じゃあ最後はですね、はい、見上げてごらん夜の星をですね、みんなで歌おうかな。あ、いいですね、ですね。じゃあ、その前に来週の予告をしましょう、はい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 、はい、来週はですね、はい、マミムムで始まる曲です。タイトルがムで始まる曲、はい、ムムだよ、ムムもしもじくみたいな、あ、そう、ムって何やったかな、ムム無表があったね。あ、ムーリバー、ムーンリバー、なかなか渋いですね。いいですね。ね、橋幸夫さんの無表もいいですね。無表とかです ね、 いいですね。あとムムムム無法末の一生なんでさ、こんな古い曲ばっかりだいたいさ、それリアルタイムで聞いてないでしょ。うーん、多分ね。ね。じゃあ無で始まる曲をね、はい、6月の18日の火曜日、来週の火曜日ですね。はい、また9時半に、私たちと一緒にですね、はい、楽しい時間を過ごしましょう。ね。はい、ということで最後にお届けする曲は、見上げてごらん、ね、夜の星を、はい、今日ね、すごいたくさんいらっしゃるんですよね。そうなんですよ、うん、3万人ぐらい、ね、うん、たくさんいらっしゃるんですけど、うん、皆さん点で買っていろんなことをしてるわけですね、うん、一応でもほらスタンドアリーナーとか言いなさいよあ、そう、え、あ、そうですか、はい、ちょっと今キョトンとしてしまう今ほら、見上げてもらう夜の星をモードに入ろうとしてる。あ、そっか、そっか、多分終わったから。あ、そっか、はい、ではじゃあ見上げて、見上げてごらんじゃあ、皆さんペンライトのご用意はいいですか。すいません、大丈夫ですね、はい、もうますますぶっ壊れ気味のですねカズンドットコムの歌ってくだけど、はい、皆さん懲りずにまた来週もご覧いただきたいと思います ね、 ね、はい、それでは、見上げてごらん夜の星を。見上げてごらん夜の星を、小さな星が小さな光がささやかな幸せを夜の星を、僕らのように名もない星がささやかな幸せを祈って僕と追いかけよう夢を、二人なら苦
くなんかないさあ見上げてごらん夜の